はい、では第3問に行きたいと思います。今年の一橋の第3問はですね、問いが2つしかないという、これは初めての形式なんじゃないかなと思いますけどね。で、まあ図が与えられているんですね。まあ正確に言うとグラフって言った方がいいんでしょうけど、1949年から1985年までの日本の物価や賃金の対前年比上昇率ですね、これを図示したグラフが与えられていて、折れ線グラフですか、これが3本入ってるんですけど、食料価格と、それから光熱費の価格ですかね。で、それと賃金についてですね。まあ、これが記されていて、で、一応読み方も書かれてるわけですね。1949年の東京都区部の食料の平均価格は1948年と比べて 20% 弱上昇したというふうに読むことができますみたいな感じで、説明、読み方も一応書いてあるということですね。で、問1と問2で400字ないと。いうことで、問いの1、1949年から50年にかけて東京都区部の食料価格は対前年比マイナス 11.5% と大きく低下した。その理由をアメリカ合衆国デトロイト銀行頭取の人物の名を貸した政策の内容に触れながら説明しなさいということですね。で、問いの2、1970年代か80年代にかけての光熱価格が2度のオイルショックによって急上昇したことが知られている。しかしこの図における第1オイルショック時と第2次オイルショック時の推移はかなり異なると、違いを指摘した上で、違いを生み出した政治的経済的背景を述べなさいということで、じゃあ問いのうちからいきましょう。まあ主題は1949年から50年にかけて東京都区部の食料価格が対前年比マイナス 11.5% と低下した理由を書けということですね。条件としてアメリカ合衆国デトロイト銀行頭取の人物の名を貸した政策の内容に触れるということで、これは優しいですね。まあこれがあるんで、これがまあドッジラインですかね。なんでそうすると、まあ、要はドッジラインをやった結果安定恐慌になりましたと。で、その安定恐慌がデフレ不況なんで、そりゃ価格は低下するよねっていう、まあそういう問題ですよ。で、あとはここですね、内容に触れろって言ってるから、まあじゃあ内容に触れましょうってことですね。で、結局この問題って、まあ要は物価が下がりますっていうことに着目すればいいわけだから、内容としては何を書けばいいかっていうと、まあ超均衡予算の編成っていうことを書けばいいんじゃないですかね。だからこれを内容として触れる。で、補助金の抑制、財政支出削減だよな。超均衡予算を編成するために補助金を抑制して財政支出を削減しましたと。けど、その結果市場に出回る貨幣の流通量が減ったから安定恐慌、デフレ不況になりましたと。で、その結果として食料価格が下がりました。まあ、これがコッシーですよね。で、問題は、要は2つしかないから、問1と問2。で、そうすると、ここで200書きたいわけです。で、もっと言ったら、問いの2が書けるかどうか分かんないから、まあ、その場合は、問いの1でもう気合で比例で出さなきゃいけないんですけど、で、そこでですね、これですよね。結局。時数って観点から言うと、なぜこれをやるようになったんですかっていう、ドッジラインの背景を書けば、占領政策の転換。で、これをもうちょっと開いて書きゃいいわけですね。転換前は日本の非軍事化と民主化だった。で、それが転換すると経済復興。で、まあ最低限その経済復興、これの本格化っていうことについて言及すれば時数稼げるし、もっと言えばなんで占領政策を転換したんですかって言ったところで冷戦の激化。で、この冷戦の激化を、まあこれは抽象ですけど、具体開いちゃえばいいんですよね。例えば。で、しかも、ここに、まあ一応時期設定がこういう風に書いてあるわけだから、例えば南北朝鮮の分断だとか、あとは国境内戦、中国情勢ですね。で、どうも共産党有利ですと。いうことを書けば、まあ時数はいくらでも膨らませられるんで、だからその観点からすると、多分この問題で蹴りつけちゃってもいいのかなっていう風には思いますね。だから冷戦の激化。で、具体的には南北朝鮮が分断する国境内戦で、まあ、中国共産党有利になった。そういうような状況、東アジア状況を背景に、アメリカ政府は占領政策を転換し、日本を経済復興させて、まあ、西側陣営に組み込もうとした。で、別にこのドッジラインの前に経済安定9原則書いてもいいわけですね。で、その経済安定9原則を掲げ、それを実現するために、まあ、ここの条件使えばいいんじゃないですか。もうデトロイト銀行頭取のドッジを派遣して、ドッジラインを実行したみたいな感じで書いて、で、じゃあそれで中身書いて、安定恐慌になり、デフレ不況になりましたと。で、デフレ不況なんだから価格は下がるよねっていう、これで多分ね、200はいくと思うんですね。まあ、後で答案例見せますけど、はい。まあ、ってことですかね。問いの2ですね。で、これがね、ちょっと問題としてはめんどくさいんですよね。1970年か80年代初頭において、光熱価格が2度のオイルショックによって急上昇した。しかし、この図における第1オイルショック時と第2次オイルショック時の推移はかなり異なるんだと。で、まずその違いを説明しろって言ってるんですよね。で、まあ見てみると、まあこれは結局1回目が1973で、2回目が79。だから、まあそのあたりを見てもらえばわかると思うんですけど、1回目の時ってのは結局食料の価格も上がってんですよ。ところが2回目は
光熱価格だけグッと上がってるんですよね。だからまずそこに着目すればいいわけで、こっちが A でこっちが B だとすると、 A の時は光熱価格は上がるに決まってるんですよ。それはそうですよね。だって石油の値段が上がってるんだから。なんだけど食料の値も上がってますということですね。で、あとはこれがね、こういう感じで引きずってるんですよ。でそれと B を比べると光熱費だけで、しかも80年にグッと上がってるんですけども、すぐ戻るから、まあ、要は O を引かなかったと。まあ、ってことを書きゃいいんじゃないですか。まあ、だから、ここは、物価高の傾向とか書いて、で、一方で、そうじゃないと。だから、ここの対比をすれば、まあ、違いが明確かな、とこですね。で、その違いを指摘した上で、違いを生み出した政治的経済的背景を述べなさい。まあ、いうことなんで、政治的背景と経済的背景って二つを書けってことなんですけど、どうなんですかね。受験生は多分、まあ、経済的な背景の方が書きやすいのかな。これは、まあ、要は企業の努力を書けばいいんで、まあ方向性としては二つですよね。一つは原料系。で、あとはここを開けばいいんですけど、どうなんですかね、書けるんですかね。まあ人員削減とか書けるんだろうと思うんだけど、あとはまあ省エネとか。これはもう教科書記述そのまま抜いてますけど。あとは、まあいわゆる産業構造の転換。山川の記述を使うならば、いわゆる重工長大型の産業から、まあ知識集約型の産業に転換していったこと。だから、まあそんなにオイルショックの2回目の時は影響を受けずに尾を引かなかったっていうようなことをまあ書けばいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、あとはまあ、時数稼ぐんだったら、こことここ開きゃいいんじゃないですか。その、なんかいろいろ書くことありますよね。マイクロエレクトロニクス技術を利用したとか、まあ、重工長大型も造船とかね、石油化学とかいろいろ書きゃいいんじゃないですか。でね、問題はまあ C ですね。こっちが難しいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ政府の動きなんで。で、まあ、光熱価格が尾を引かなかったっていうことを考えると、まあ、原子力発電なんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね。まあ、要は、石油の代替エネルギーとして、原子力発電に力を入れた。あくまでこれ、光熱費とかの話が聞かれてるんで、光熱価格とかの話が聞かれてるんで、これが、その、景気云々の話だったら、公共事業動向とか書いていいと思うんですけど、まあ、やっぱ光熱価格ですよね。その、グラフがあくまでそこに焦点が当たってるんで、まあ、それ考えると、んだと思いますけどね、この。まっちゅう感じですかね。まあ、多分問いの1の方が書きやすいんで、まあ、問いの1で字数を書こうっていう努力をするのがいいのかなって思いますね。じゃあ答案例ですけど、まあ、まず冷戦の激化を背景にってとこから入れて、まあ、ここちょっと具体的には書きませんでした。2番を書くつもりだったんで、まあ、だから書けない人はここを具体で開く。占領政策を転換した。で、まあ、ここですよね。まず、経済復興を本格化させたと。で、その一環として、まあ、経済安定急減速。まあ、これはなくてもいいと思うんですけど、まあ、要はどっちラインによってそれを実行しようとしたっていうことを書いて、で、じゃあその中身ですね。これの、まあ、内容を説明していって、まあ、超均衡予算。これ編成。で、じゃあそのためにどうしたのっていうのを書いて、で、ポイントはここですね。インフレの解消を狙ったっていう、やっぱここははっきり書かなきゃいけない。そっからあとはもう結論に持っていけばいいわけですね。デフレ不況になって、まあ最後にね、価格が低下したってはっきり書いておけば、まあそれでね、ちゃんと問いに答えてますよってことになると思うんで。で、2番ですけどね、はい。まあ一応光熱価格と食料価格が一緒に上昇してますと。で、まあ物価高の傾向は続いてるんだけど、第二次オイルショックの時は光熱価格のみが上昇。まあ翌年には、その状況を解消してますよ。いうあたりをちょっと書いて。これ、まあちょっと今作ってて思うんですけど、これ翌年以降も、みたいな感じで入れて、まあこれ翌年にあって書くとちょっと強いような気がするんで、まあすぐにその状況を解消したとか、まあ例えば影響は薄かったみたいな感じで書けばいいんじゃないですか。尾は引かなかったみたいな感じで書くといいと思います。まあこの文脈は現代史勉強してればやってると思うんでね。で、じゃあその背景ですけど、まずちゃんとこういう風に入れるってことですね。で、僕はもう経済面から書きました。まあ経済面からの方が受験生は書きやすいだろうなっていうことですけど、原料系に勤めたことを書いて、で、あとは知識集約産業への転換。あとは原子力に力を入れたっていうのを政治面で書けばいいのかなっていう。まあこんな感じですね。1番で、まあ字数を割くことを考えれば、これも400は多分埋められるんじゃないかと思いますね。まああとはだから、このグラフが正確にって言ったら変な言い方ですけど、読み取れるかどうかっていうのと、あとはまあなんか2問しかないからね、まあそれで動揺したとかっていうことがなければ、まあそんなに難易度自体は、まあある程度現代史がきちんと勉強できてればっていうことですね。まあ一橋なんでね、近現代はやっぱできないともう戦いとしては苦しくなるんで、はい。まあそこら辺はっていうことだと思います。はい。はい、以上ですね。一橋2024年の解説です。まあ、速報動画として作ったものなんで、答案例は今後変わる可能性があります。まあ、その点についてはご承知おきください。と、まあ、いうことです。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。